これが伝承の力です。 また私の教えを。 メビウスの手術台に上がるなとか、メビウスがくれた食べ物を口にするなとか、これまでに何回も言われてきた気がするのだけど。あら、またまた。私をそんな風に思わないでくれる？物が壊れたら千号が犯人とか、体調が悪くなったらメビウスが犯人とか、そういう噂はいつになったらなくなるの？ ただの噂というわけでもないでしょ。冤罪の時の方が多いわよ。賭けをしてもいいわ。じゃあ、入り口のあの大きな穴は誰がやったの？千号よ。でも穴の底に緑色の蛇の鱗みたいなものがあるけど。それも千号ね。少なくとも千号の噂がどうやって生まれたのかは分かったわ。